やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダレギニハマーです。現在2024年の3月12日火曜日の、午前0時33分ですね。はい、先ほど月が導く異世界情緒第2幕の10話ですね、見終えて、今もう一回目から感想をあらすじをまとめましたんで、ここからは姫様拷問の時間です。10話ですね、アベマ TV で見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。僕の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送世界丸見えテレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入の中でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数は日本一、間違いなく日本一が再生数、そしてチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますけども、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんためで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。もう王冠の上に紙風船はシュールすぎるわ。これギルガーだっけ、何だっけ、ちょっとキャラクター表出しとくか。あ、ギルガーやね。もうマオマオちゃんとルルンさんはマジで滅ぼすんで、バニラペシュッツ今めっちゃ好きやわ。前回マジでちょっと流線引きかけたからね。スポーツチャンバラね、これ。X まで。ビーチチャンバラ。こう、本当は？そうなんかい。2年連続で魔王様杯ビーチチャンバラ大会。どうやってジャイアントの頭の割ったんや。どんな願いでも叶える。釈放でも、おお、いやもうほぼ釈放されてないけどなこれ、ずっと。おお、え、陰気をやられた。あっちもち。
何してねん。どこがやねん。何やこれ。石膏ガトリング水鉄砲用カスタム。また水鉄砲やったんやこれ。全部バーン弾くんちゃうこれ。しかも片手で。顔。真面目。政治家。小説家。文筆家。レジスタンス。革命家。ん？あれ？ああ、みんな来たよ。トーチャー途中、クロール、ギルガ、ダータマ、マッドタガ、マオマオちゃん、マッドウルフ、あ、マッドカイザーか、ジャイアントや、クロールと。マッドカイザーね、肝試しの時に置き去りにされた、ギルガ、トーチャー途中。通りすがりの仮面も関係あらへんや。失格者。逃走中やないねんから。ジャイアントママ師匠ね。あ、楽しそう。いやいや。アイクスが。あ、ママちゃん。あーなん姫様は楽しんだ。なんて平和な世界なんやこれほんまに。え、買ったんやろねきっと。足かせ自分でつけねえのほんでこれ。ベッドとかいらんのかな。
ああ、買ったんやね。あ、出た。ルーシュブリタン。ルーシュブリタンってキャラ表に載ってないな。あ、魔王や。おお。おお。あ、バニラペシュッツ。シリアス展開になるかもな。天候の連撃。声優さんのリリーベ。マオレコード。あの前あったな。クックック。神の輝き。おお、すごいな、これは。おすごいすごいすごいぞこれは。聞いてへんのじゃ全然。何持ってるのあれ。あ、 CD か。あ、助けた。なぜそれを。あ、アニメのグッズやったんかいこれ。いいよ。まあ、魔王ないけどね。まさかのハリオと仲間になるとはね。
ソウルクロス。神経衰弱か。バンラペシュツ。一人で。パパとママちゃんと言うてくれてんのね。ああ前回の経験。姫様？ジモジ？七並べやないか。子供から何してんねんこれ。トランプです。ドン。本音のダダバがすごい。お茶会ね。あら。バニラかわいいね。一番好きかもしれん。ああやるやるこれ。ポーカーフェイスとは。あ、ジョーカーや。
バリラは友達ができた。いやちょっともうバリラにはジンと刺されるな。あ、それ秘密？魔王ええやつや。ソウルクロスやん。あのね、もうマジでダントツ1位やわ今季。ほんまにおもろい。あれ山根彩さんいたっけ？誰だっけ山根さん？ギルガか？ギルガ喋ってないな。あ、千本木さんやな。ジャイアントは確か茅野彩さんやね。あれクロールは？あ、クロールが山根彩さんか。そうかそうか。くのいち椿の胸の内ですね。ベニスもまたかな、山根彩さんって。はい、今回 C パートあるんでね。いやバニラにはちょっとジーンと刺されるな。もうぐらいあるのかな。日報送信。ライク。なんじゃこの信号。なんかクリリンみたいなのがいる。中地。羽ちっちゃ。ローストビーフ丼710円って安いな。ビーフビーフビーフカレー。親子丼ないね。親子丼か。がやば。親子丼中岡。ああ、腹が減りまんな。終わりか。あ、OK。こちらもおすすめ、戦国陽子。ああ、いや面白いわマジで。好き、ほんまこのアニメめちゃくちゃ好きやわ。まあまずはね、ビーチチャンバラね。そんな競技あんのかな。スポーツチャンバラ聞いたことあるけど、ビーチチャンバラなんてあるんやね。まあ、そしてそれに勝てば、もう姫様の言うこと何でも聞こう、釈放でもええよということで、魔王杯のチャンバラタッグ部門優勝の
陰気と陽気がね、陽陰コンビが出てきたと。ところがどっこい、姫はもうそれは第三騎士団のね、騎士団長だからめちゃめちゃ強かったね。まあその戦いっぷりを見て父ちゃんが、あ、そうやったと、この人はすごい人やったんやっていうのをね思い出しつつ、そして、このままではまずい、釈放になってまう、私の心の中の悪魔がと。で出てきたのが政治家と、何だっけ、文筆家、それから革命家あともう一度何かができたけど、上手だけどね、いろんなの出てきたね。で、もう父ちゃんはもうとにかく卑怯でもいいからやってやろうってことで、もうオールスターだね、その魔王軍オールスターね、これまで出てきた。誰がいた、クロールいたやろ、でギルがいたやろ、でジャイアントいたやろ、で、マッドカイザーいたやろ、マッドカイザーと、あとあのマッドウルフか、ほんで、ギルが言うたっけか、あ、ダータマもいたな、まあ待ち合わせだけども、うんね、それでも、容器があのマッドウルフに割られたんがまず意味わからなかった。なんで同士打ちしてんねんと思ったら、もう父ちゃんがよし、こうなったらもう敵味方関係なくいったれってことでね、ただただ楽しんだという、もう楽しそうでしょうがないわ。あれはあの中にバニラ入れてほしいなあん中にバニラ入ってたらもうなんかそんだけで泣ける気がするわ、もう。まあほんで、まあ姫様のご、あれご褒美はということだったけどね、うん、結局あれご褒美は何ももらわんかったってことか。そう、多分そうやんね。そのまま多分次ルーシュブリダンのシーンになったと思うから、そうよね。でまあルーシュブリダンが今度魔王との開口を果たし、もう全力や、もう全力尽くしても何にも聞かんかったな。で魔王は声優のリリーベの帰りやということで、あれいつやったっけな、声優のイベントで一番後ろから見てるけど、ちょっと前に出ようと思ったって、あれ、マオマオちゃんがなんか、昇級した時やったかな、確か。ちょっと忘れ物だな。ちゃんとあの時のあれを守ったのね。ちょっと前に出てみようと思ったっていうの。で、まさかのルーシュブリダンのここについてたから、何機動騎士ソウルクロスやったっけのアニメのグッズやったとはね。これによって2人は、まさかのおたともになったってことでね。まあ、また出直すはいいだけど、これどうなんだろうね。ルーシュの敵は魔王と魔王軍だけだと、魔族が全員悪いやつじゃないんだって言ってね、まあまあどえらい勘違いしたけども。でまあ魔王は多分ソウルクロスの歌を歌いながら家事をしてたのねいやー面白い。そしてまたまたバニラペシュッツ登場で、まあ一人でカードゲームトランプしてたけれども、まあ寂しいやろな、そらね。でも父母はちゃんと友達作れ的なことを言うてたんやろうけどね。なんかこう、ね、バニラが一人、こう、ちょっと、まあ、変なプライドを持ってしまってる感じよね。で、そうだ、あの姫ならってことで、ずっとこう、写真眺めてたらもうそういうことやね。友達が欲しいから。ね、で、秘密を話せばトランプをしてやろうという中で、ね、うん。もう姫がその、ちゃんと、まあ、意図をね、汲み取って、秘密を話して、私も友達が欲しかったんだという一言でもう泣くバニラね。ちょっと前回のケーキのやつだったんですけど、ちょっとバニラペシュッツに弱いかもしれん自分特殊なツンデレよね、特殊なツンデレや、うん、まあ友達ができてよかったね、バニラは。ほんまにバニラに友達ができたと、うん、だからもっとね、こう、まああと多分2話やけど、こうね、父ちゃんとかのね、まあ、ようちゃん、インちゃんとかのね、グループにこうバニラが入れたらね、最高よね。で、まあ、Cパートは父ちゃんの、まあ、仕事の終わり、仕事帰りが描かれたと。まあ、普通にカツ丼、あ、カツちゃん、親子丼、うまそうだったな。作画がやばいわ。作画がやばい。ね、半分ぐらい食ったら、醤油をちょちょいと垂らして、第2ラウンド。いいね、これね。素晴らしい。まあとにかくね、もうほんまにずっと平和でほのぼのして、もう笑って笑顔で見てられるという素晴らしい癒しアニメは、これ今期ね、一番笑える&一番癒し、間違いない、これは。2巻や2巻。ね。はい、ということで、今回も素晴らしかったです。はい、以上、姫様拷問の時間です。10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分ちょいで自己紹介します。興味のある方はここで切ってください。
はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年1ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいということで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いいたします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1447日目、長いです。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月25日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら全然削除させられています。そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄。冒頭でも言ったように、ほんまに再生数、チャンネル登録全く伸びずで、もうずっとしんどい、やめたい言ってますけども、それでもやればできる、諦めない、伝えたいと思って、もう気合と根性だけで、もう歯食いしばりながら、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いいたします。以上、アニメリアク職人こと、マジアイドルゲネハマーでした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。